今日はですね、片瀬漁港の島吉丸から西アジ釣りに来ます。今日は中学時代の友人、斉藤君と、あと息子さん、長男を連れて、西アジ釣りに来ます。今、開始からどれぐらいだろう、30分ぐらい経ちました。当たりがあって、ゆっくり。来てる。ゆっくり巻いて。あまり上下あの竿をポンピングしなくても、そのまま持ってれば。結構でかいですね。お、タバコくわえてますね。余裕。もうちょっと早くてもいいかもしれない。でもそんなもんでいいっすよ。今、網。まだ大丈夫でしょ。何メートル？36。まだ浮いてから浮いてから。巻きすぎないようにね、ビシをね。で、ビシはその、コマセカゴの中に入れればいいので、はい、そこら辺でビシを、あまり巻きすぎるとあれが入らない。お、ダブルできてるじゃん。すごいね。いや、一辺は無理よ。大丈夫かな。船長にお願いした方がいいかもしれない。ずっとね、こう巻きすぎちゃダメ。こうやってやったら見てるだけになっちゃう、魚を。だからこうやって必ず止めて、こうビシを置いたら、置いたらこうしてこっちを手でこう持ってあげればいいから。そうそう。その網を構えて、その上にあ、はい、はい、来ました。じゃあダブルでちょっと手に持ってもらって、はい、今ビデオ回してますから、はい、はーい、ちょっとかかってるはい、いい感じかな。2匹ダブル来てます。はい、OK でーす。食べてください。ありがとうございます。10時50分になりました。天気はいいです。場所をですね、大きく移動して、まあ、茅ヶ崎沖、烏帽子岩がさっきあったので、まあ、茅ヶ崎沖ですね。場所を移動してから久々に来ました。いい感じの、打ち抜きをしています。こんな感じです。25センチあるでしょうか。コマセを巻いて、電動リールで水深、メータイムで78ぐらいリスクと、また来るでしょう。空気ないです。北風ないです。12時15分になりました。当たりがちょっと遠くなりましたね。で、潮がちょっと早いです。潮の流れが。なので棚の取り直しとかが、割とまみにやらないと当たりが来ません。息子さんは出てます。まだあと、1時間半ぐらいはあるかと思います。どうなるんですか。まだ10匹ぐらいかなってことです。なぎです。風はさらに弱まったっていう感じで、非常に穏やかな感じです。気温も高く暑くなってきました。今1時25分です。1時前ぐらいから潮が緩んできて、非常に道糸がしっかり、直立するような感じで落ちてくるんですが、棚がですね、サバ4メーターで待っているサバが来るという状態で、3メーターでアジが来たり、3メーターでもサバが来るというような状況の中で、当たりは増えました。あとちょっとですね、30分ぐらいあるかもしれません。そこの中で出てきました。こんな
午後2時、起き上がりで港に2時半ぐらいに戻ったのかな。サバとかもいますね。アジ、このサイズが平均サイズじゃないでしょうか。25、6センチ、7センチぐらいあるのかな。それとサバも結構大きいですね。全部で数えてないんですけども、アジとサバ合わせれば2に20匹は超えてるんではないかなという感じです。まあ、アジサバとしてはちょっと物足りないですけど、まあこんなもんです。たくさん釣っても後の趣味は大変なので、そのところでほとんど沈静してます。